はい、どうも、ピクシオスです。今回紹介するミニカーですね。こちら3台紹介していきたいと思います。まあね、トミカミュージアムレーシング館、レーシング館じゃねえ、レース館ですね。22、24、23、おかしいな。22、23、24ですね。まあ、トミカミュージアムもね、だいぶ台数がなくなってきましたね。なんだこれ。まあいいや。じゃあ早速トミカ、開封していきたいと思います。まあ、箱はいつも通りなんでね、見ないでもいけるでしょう。おー、なんだこれ、結構すごいぞ。おー、なんだこれ。まあ、これもね、黒箱時代のね、トミカですよね。かっこいいですね、意外と。そして、マツダサバンナ GT レーシング。こちら開封、テープで止まってる。あ、買ったね、不装だった。畜生。そうだよ。あれじゃん。こないだ、胸部パッドを使うのに、下ろしたんだっけ。忘れてたよ、俺のドジ。あ、こちらですね。そして、最後、ホンダシビック GL ラリータイプですね。開封していきましょう。こちらが、シビックですね。まあね、ちょっとホンダ率が高い気もしますけどね。マツダが1台だけっていうか、他社が 1台っていう、なんていう、その、ホンダ1台、あ、ホンダ2台のマツダ1台ですね。あね、まあ、順番がおかしい。似て、カラーリングが似てる。では、まずこちらですね。ホンダ F1 ですね。まあ、F1 としか表記がないんで、ちょっとよくわかんないんですけどね。調べて、これが合ってるかはちょっとわかんないんですけどね。他の人のブログからね、ちょっと、ウィキペディアとか見てもよくわからないだろうからね。ちょっとこれ見て、ちょっと説明したいと思います。ですね。黒箱時代のトミカですよね。そう。モデルとなったのは本体F1第1期最終版のマシン RA302。思われます。ちょっと待って、今ね、すごいね、メッセージでね、すんごい悲惨なね、メッセージを見てしまった。ちょっと、立ち直れない、これ、今。もう、失恋話よりも悲惨かもしれない。いや、それはないか。でも、とにかく悲惨な話だ。マジで、マジでって今、思っちゃったよ。うん。まあいいや。でも、この、これは復刻トミカで、レース館という、トミカメディアのレース館のものですけども、ホンダレーシングコレクションという、コンビニ限定のね、まあだいぶ前に販売された日産 GTR の R の系譜でしたっけ、あれのシリーズだと思うんですけどね。ラリーメイトコレクションだかなんだかっていう、あの辺のシリーズだと思うんですけどね。あれのバリエーションモデルに RA302 の名を冠していたと。ことですね。まあ、それがモデルなんでしょうけども、まあ、ホイールからしてね、ちょっと普通のトミカと違いますね。やっぱり F1。まあ、F1 なんでね、座席は一つですね。てか、やっぱ、剥き出しっていうのが F1 すごいんですよね。首とかもうほぼ、ま、出した状態ですからね。それで300キロとか出すわけですからね、F1 って。やばいですよね。もう後ろがなんか、すごい当時物感あるけどね、メイドインチャイナとなってますね。錆びてね大丈夫これ。アクションというアクションはね、存在しないんでね。でも、意外とね、速度が出るというかね、スピードがね、結構。なんか、ホットウィールの感じに近いですね、意外と。まあ、タイヤも普通のトミカと違いますしね、なんか、普通のトミカと違って、まあ、幅もありますし、溝もね、割と、こう、細かく再現されてるんですね。まあ、ホンダのね、ロゴもね、赤いやつですね。日の丸みたいになってますけど、本来ゼッケンだと思います。このエンジンのあたりの再現度もなんか、たまんないですね、この辺。
やー、やばいですね。かっこいいですね、意外と。てか、F1 だけに5分も使ってしまった。続いてですね、マツダサバンナ GT レーシングですね。こちらを見ていきたいと思います。ちょっとさっきのやつがショックすぎてなんか、ってなってる今。まあサバンナレーシング。これ RX3 っていうやつですかね。ちょっと僕あんまりマツダ詳しくないんで、変なこと言ってね。しげよバカって言われても嫌なんでね。ちょっとね、黙っときましょう。こちらとは、開閉とね、サスペンションのアクションがついておりますね。なかなかかっこいいですね、サバンナ。ラリーとはまた違うんですかね。ちょっとあんまり、この年代のね、車詳しくないんですよね。横にはサバンナの刻印、それから MSCC、マツダオート東京の、担保印刷が表ありますね。この、なんていう、このオーバーフェンダーこっちですね。なんでいう、こういう、ここの部分。カウルじゃねえな。まあいいや、エアロパーツ。これがまたいかつくてかっこいいですね。このウィング具合もね、なんかいいですよね。何気にこの年代の車わからないんですよ、マツダ。なんだろうな。ほんまにね、マツダね、あんま好きじゃないって言うたら失礼ですけどね。この年代特にわかんないんですよね。で、ゼッケンは7番なんですよね。なんでしょうね。調べてもね、何のレースに出てたかよくわかんないんですよね。それ調べれば出てくるでしょうけども、どの年代のどれというところまではね、ちょっとわからなかったですね。そして最後は、ホンダシビック。GL ラリータイプですね。全く同じではないですけどね。ホンダシビックがですね、以前、東京のメガウェブのヒストリーガレージにですね、展示されてたんですよ。色とか全然違うんですけどね、ラリータイプが。まあ、そちらの画像貼っておきたいと思います。まあね、似たような感じだとは思うんですけどもね。まあ、上にはちゃんと、まあ、ラリーらしくね、ステアタイヤとですね、予備燃料ですかね、が、再現されてますね。で、この、ちゃんとね、タイヤもね、ホイールが、ちゃんとトミカのね、ホイールっていうところがまた、可愛らしいですよね。まあ、レースコレクションの、レースコレクション、レース感ですね。レースカー感か。言いにくいんだよな、カー感って。で、まあ、ナンバープレートはシビックとなってますね。まあ、ラリーカーということもあってね、フォグランプが大量についてますね。まあ、レース感の中ではね、一番、可愛らしい車じゃないかなと思います。まあ、左右ドア開閉のアクションと、サスペンションのアクションがついてますね。ちゃんと GL の表記もね、ここにありますしね。2なのかはちょっとわかんないですけどね、ゼッケンが。ちょっとこの年代になると本当にわかんないな。何気にホイールが金色これ。そうですね。ホイール金色ですね。サバンナは、ちゃんと普通のやつなんですよね。F1 もなかなかかっこいいし、まあ、20周年ラリーの表記が、あるんですよ。20周年ラリー、これがでも、いや、個人的にはこれが一番面白いなと思いますね。この予備燃料とスペアタイヤの面白いですよね。まあ、今回はね、この3台紹介したわけですもんね。やっぱ俺あんまりレースとかね、向いてないというか詳しくないんですよね。働く車系がメインと言いますかね。まあ、そっちの方が詳しいんですよね、自分ですよねって言ってもあれですけどもね。まあそれが関係してるか しないかはちょっと自分じゃ何とも言えないんですけどもね。まあちょっとスポーツカー系よりも働く車系、トラックとかバスとか、そっちの方が向いてるのかなという感じはしますね。再生数とか見てる限り。まあ今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見ていただけたらなと思います。噛んだ。それでは。